番線脱出するとき。これじゃない？ペン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 。始まり方がいい。プーペンペンペン。あ、バーバー。バーバー。バーバー。あー、すいません。バーバー。バーバー。どうもこんにちは。鈴川彩子です。たちです。本日はですね、こちら大阪府にあります近鉄の水戸駅に来ております。この水戸駅には、特別なね、音がするなかなか珍しい構内踏切があるということなので、今日は見ていきたいと思います。入りますよ。そこだね、もういきなり。よいしょよいしょ。さあ、間もなくね、この一番線。お、これじゃない？あれだ。あ、ほら。で、今一番線の入ってくるときにまず一回なって閉まります。で、うん、二番線脱出するとき。あ、これじゃない？この一番線で発車するんでしょ。そうね、そうね。二番線通過した後ね。あっちペーペー、あっちペーペー。お、乗ったじゃん。前乗ったじゃん。ね、乗ったやつだったね。そう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 。世界のさ、民族楽器、こうなんか吹くやつみたい。ペー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 って。うん、ペーペーだ、そう、ペーペーだ。ペーペー、そうそう。おー、バーバーイ。おー、伊勢志摩ライナーだ。あー、やった、ロッキー。いいね。あれ、なんだった？回送だったね。はい、乗ってない。うん、回送。さあ、運転手さん、運転手さん乗り込んだ。あ、そんなことはないね。なんかあっちがリコーダーみたいになって。あ、バーバー。バーバー。バーバー。あ、すいません。バーバー。バーバー。いってらっしゃい。バーバー。バーバー。プって切れるんだね。いやー、面白い、いい音ですね。ママ、うん、ペーペー音ね。こっちはね、実はね、このね、 1,2 番線しか行けないんだ。向こう側からまたね、入り直さなきゃ。ちゃんとほら、踏切のあの絵も近鉄だ。これ？うん、乗ったね、あれね。さあ、今度はね、3、4番線の方から入ります。よしよし。あ、こうなっちゃうかな。あ、なってる。ベー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 。まあ、ある意味これもベーベー感があるな。
にスピーカーがあるね。なんか早い。さあ今ねちょっとね途中からでしたけど聞けましたね。ベー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 。実はねこれはね更新されて今ね近鉄さんはだいたいこの音になってるみたいです。校内踏切ね、そうでベー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 ってなってたね。あの独特なというかそもそもね独特な音ですが、いやーいいね。ベーベーとベーベーってなった。こっちもベーベーだよね。さあということでね、まあ、近鉄さんのね、まあ、ちょっと前と今新しいねどっちの音も楽しめるこちらの水戸駅ね、ね、そうなの。ベー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 もだしベー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 もだしね、ぜひぜひ皆さんもこの水戸駅で聴き比べてみてはいかがでしょうか。通過待ちで、わ、近い、なんか近い、ね、近かったね。はい、ということで以上、近鉄水戸駅で2種類の校内踏切聞いてみたでした。ありがとうございます。こっちいない、こっちいない。本当だね、いっぱい来るね。